まあ、知らないと、知らなかったということですけれども、その米国では、米軍機は米国の国内ではですね、総理、住宅地の上空とかを低空飛行訓練することはないわけですね。リストリクティッドエリア、制限空域でしか、砂漠の上とか海上とかそういうところでしか低空飛行訓練しちゃダメですよということが法律で決まっていると。ところが日本はまあ様々な一応防衛省さんや外務省さんが一生懸命頑張られて、こういうふうにお願いしますねと、分かったと合意はするけれども、しかし必ず例外規定が細かい字で下に書いてあって、まあ所要によっては違うこともあるよということになってしまうと。だから日米地位協定でですね、せめて、住民の安全とか安心を脅かさないように、航空機の訓練とかそういうものについては、住宅地の上空を低空飛行訓練することはないですと、ありませんというような改定を私はしっかりと、要するに米国の国内と同じようにしてねというだけの話ですから、これはしっかりと政府としてお考えをいただきたいというふうに思うのですが、総理のお考えはいかがでしょうか。防衛大臣。沖縄を含めて、地域の住民の皆さんの安全安心を図ることは大変重要なことであります。米軍の飛行ルートについて、米軍は飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に飛行するということになります。他方、飛行訓練を含め米軍は全く自由に飛行を行っていいわけではなく、公共の安全に妥当な考慮を払うことは言うまでもありません。そして引き続き米側に対しては安全面に最大限配慮するとともに、中級住民に対する影響を最小限にとどめるよう強く求めております。いずれにしても米軍の飛行訓練などに関しては必要に応じて日米合同委員会の場などで議論をしていきたいと思っております。川内君。この低空飛行訓練、あるいは米軍機がどのような運用をするのかということについては、私も、地元の小学校で、学園祭があって、その学園祭の、展示を見た後、校庭に出たときにですね、 F-16 がものすごい低空でフルスピードでですね、上空を通過したことがあります。ほら、もうこの世のものとも思えないぐらい恐ろしい音です。そういう思いを国民に、させてしまっている。もちろん安全には配慮しているというふうなことは、今も防衛大臣から話があったわけですけれども、せめて米国内と同じようにしてもらいたいというのが多くの皆さんの思いではないかと思うし、これは多くの国民の皆さんに寄り添うことになるのではないかということを、これは私の意見として申し上げさせていただいておきたいというふうに思います。次に、生活保護の保護基準の引き下げの問題について、お尋ねをさせていただきたいというふうに思います。これも枝野代表に対する総理の答弁なんですけれども、生活保護基準については健康で文化的な最低限度の生活を保障する観点から適正な水準となるよう専門的かつ科学的な見地から定期的に検証を行っていますというふうに、お述べになられていらっしゃいます。この、専門的かつ科学的にということなんですが、平成26年の全国消費実態調査を分析されて、いるということなんですが、総理、平成26年という年がどんな年だかは、私が申し上げるまでもなく、政府の閣僚の皆さんは、それは消費税を引き上げた年だねと
大変な経済的なインパクトのあった年だねというのは私が言うまでもなく閣僚の皆さんがそのことをよくご案内のところであろうというふうに思います。そこで厚生労働省にまず聞かせていただきたいんですけども、平成26年の全国消費実態調査を分析した結果が今回の生活保護基準の引き下げであるとするならば、この全国消費実態調査以外の、統計データを社会保障審議会、生活保護基準部会で検討し、議論をしたかということについて教えていただきたいと思います。厚生労働省社会援護局長城塚由美子君。お答え申し上げます。現行の生活保護基準の決定方式でございます、水準均衡方式でございますけれども、生活保護において保障すべき最低生活の水準は一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しております。このため平成16年以降5年に一度行われる一般世帯の消費の実情に関する大規模な統計調査である全国消費実態調査を用いて生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか検証を行ってきているところでございます。一方物価や賃金等の景気の動向につきましては結果として消費支出に反映されると考えられることから参考指標としておりまして、今回の検証におきましても平成20年から直近平成28年までの消費者物価指数毎月勤労統計調査の年次推移や家計調査における2人以上世帯の消費支出などについて参考資料として社会保障審議会生活保護基準部会にお示しをしているところでございます。川内君。私が聞いたのはお示しをしていること、しましたということお示ししましたかということを聞いたんじゃなくて、その家計調査や他の統計を分析し議論しましたかということを聞いてるんですけど。城塚社会援護局長。お答え申し上げます。物価や賃金等の指標については参考指標として提出をしておりますので詳細な議論分析というものは行っておりません。家計調査につきましては、ちょっと時間がないので、はい、全国消費実態調査との比較という観点での検討のみ行っております。委員長川内君。そこでですね、ちょっとこれからパネルを見ていただきたいんですけれども、資料を見ていただきたいんですけれども、まず よろしいでしょうか。消費支出金額の実質指数、消費支出金額の実質指数というグラフを、これは総務省さんに作っていただきました。2014年、平成26年は消費税の税率が引き上がり、大変に消費が冷え込んだ年でありまして、対前年比消費が 5.1% とマイナス 5.1% と大きく落ち込んでいる。これはリーマンショック後の2008年度のマイナス 2.7%、 リーマンショックの時の落ち込みよりも大きいと、これ2倍近く消費が落ち込んだ年であったと。平成26年はですね、これは総務省さんよろしいでしょうか、確認してください。総務大臣野田聖子君。お答えします。繰り返しになりますけれども、総務省の家計調査で1世帯あたりの消費支出を見ると2014年度、平成26年度における2人以上の消費支出の金額の名目指数は1年前と比べマイナス 1.8% の減少、実質指数はマイナス 5.1% の減少となっています。平成26年度の実質消費支出の減少の要因は消費税率引き上げに伴う物価上昇や前年度に生じた駆け込み需要の反動減のほか、夏場の天候不順の影響などによるものとみられます。以上です。委員長川内君。
でさらにですね、実質賃金指数の推移を見ていただきたいと思います。この実質賃金はこれ別に総理アベノミクスが失敗してるんだとかいうそういう嫌味言いたくてやってるわけじゃないですからね。2014年度末消費税が引き上がったわけですから実質指数が 3.0% と非常に大きく落ち込んでるわけです。ここも特異的に落ち込んでるんです。この年だけ落ち込んでるんです。でこういう平成26年というのはこの年だけ消費が あるいは賃金が非常に落ち込んでいるという状況の中で全国消費実態調査というのはこの年だけですから5年に1回なので、行われて、しかも9月から11月でですね3ヶ月しか見ないわけですね。で実はこの生活保護基準部会の委員の中にもですね全国消費実態調査の統計についてちょっとなかなか消費実態調査だけじゃもしかしたらわからないかもしれないよねというご発言とかですね保護基準部会の意見として消費の実態の調査としてはまだまだ新たな手法を開発する必要があるねとかですね意見としてまとめられたりしてるわけでございまして、そういう中で生活保護基準の引き下げというものが、まあ、これ正式には厚生労働省まだ正式には決めてないですよね。どうですか引き下げは。まだ正式に決めたわけではない。予算案にはそういうふうな考え方で載せているが、まだ大臣告示を出しているわけではないという意味において、まだ正式なものではないということでよろしいかということを確認させてください。